はい、こんにちは、千葉です。イラストレーターの初心者の方のために塗りと線について分かりやすく解説させていただきたいと思います。まず塗りと線なんですけれども、分かりやすくですね、丸を描きました。丸はこれは線あり黒です。塗りなし透明です。なしはここでつけることができます。で、線と塗りってあるんですけれども、塗りって何かと言いますと、このパス、閉じたクローズパスの、閉じたパスのことをクローズパスと呼びますけれども、ここの中を塗りと言います。ここに色をつけると、ここ塗りの色ですね。で、ここを選んでなしにすれば透明になるので後ろの色が透けます。また、まあ、こうやってコピーしたらこんな感じになります。で、塗りと線にはショートカットがあります。まず最初初心者の頃はここで操作しますけども、その操作に慣れてきたらショートカットを覚えていきましょう。キーボードの D を押すとこのようになります。対象を選んで D すると線が黒、塗りが白、これが自動で入ります。次にこの線と塗り、これ選んだ方が前面に来ますよね。前に来てますよね。前に来てる方に対して選んだ色が適用されます。こんな感じですね。この切り替えをクリックしてやってもいいんですけれども、キーボードの X を押せば前後が入れ替わります。これは塗りが前に来てるので、ここで塗りの色を変えられる。今度は線が前に来てるので線の色を変えられると、ここで切り替えることができます。さらにシフトをしながら X で塗りと線の色が逆転します。さらにここのなしっていうのを押せばここ消せるんです。消せるというか線の色なしにできるんですけど、このショートカットはスラッシュです。これで塗りがあるけど線のないオブジェクトができました。さらに塗りを線にするとクローズパスの塗りだけど線がないと、これを塗りを線にする場合はシフトをしながら X、 これでこの塗りと線が入れ替わったので塗りが線パスになったということです。こんな感じでショートカットで自由自在に操れるんですね。慣れるとすごく簡単なんですけど、まず最初慣れるまではマウスを持っていくとショートカットが表示されます。 X で、まあ、選ぶとどっちを上にするかっていうのが選べますし、入れ替えたい塗りと線の入れ替えはシフト X を押しなさいとこう表示されているので、それを見てこう実際にやってみると、こういうことをやってるうちに操作しながら覚えていきますので、最初はここ触りながらセットしていくんですけれども、徐々にショートカットでやれるようになっていけるように、ショートカットで操作するようにやっていくと自由自在にここの設定がショートカットでできるようになります。